皆さんこんにちは。今回紹介していくプラグインはフローです。フローは2023年11月のプラグイン人気ランキングで4位にランクインしたということで、今回解説していきたいと思います。フローはアニメーションカーブをプリセットから選択してキーフレームに適用できる便利ツールです。バスのイラストの位置に打たれたキーフレームに適用しています。このように28種類のプリセットがデフォルトで収録されています。ご覧のようにプリセットの適用はキーフレームを選択した上で、適用したいプリセットをダブルクリックするだけです。グラフは手動で編集してアプライボタンでキーフレームに適用することもできます。もちろん自分が設定したものをお気に入りとして登録しておくこともできますので、プリセットは自由にカスタマイズできます。アニメーションカーブを適用できると言いましたが、これは AE 初心者には分かりにくい表現かと思います。一言で言うとアニメーションのスピードの緩急のことです。同じ値のキーフレームを記録してもアニメーションカーブを変えればこんなにも動きに違いができます。 AE ではキーフレームを打つときにタイミングをインジケーターで指定して値を入力してキーフレームを記録します。 AE ではこの2点の値の間を自動で保管します。このダイヤの形のキーフレームは保管法がリニアになっていることを表しています。保管法リニアではキーフレーム間をこのように一定の速度でアニメーションします。グラフの見方について簡単に解説したいと思います。基本的なキーフレームアニメーションや AE の速度グラフと値グラフの基礎について学びたいという人はこちらの動画をご覧ください。グラフエディタを開きます。フローでカーブを適用できるグラフは値グラフです。値グラフでは横軸が時間、縦軸が値を表しています。今回の場合位置の値です。位置のパラメーターは水平方向の X と垂直方向の Y の2次元の値を持っています。赤いグラフが X のグラフで、緑が Y のグラフです。まずこの緑色のグラフに注目してください。これはバスの Y の値のグラフです。バスの位置の値は水平方向にだけアニメーションしていて、 Y 軸の座標は550ピクセルから動いていません。値グラフでのこのような水平な直線は値が変わっていないということで停止を表しています。そして次に赤色のグラフに注目してください。これはバスの X の値のグラフです。バスが X 座標の200ピクセルの位置から800ピクセルの位置まで3秒で移動しています。値グラフでは一定の速度であるリニアのアニメーションは一定の傾きの直線のグラフになります。そしてグラフの傾きが速度を表しています。ではこのキーフレームを FQ でアニメーションの保管をリニアからベジェに変更します。するとキーフレームがダイヤの形から砂時計マークに変わりました。この砂時計マークはベジェ保管を表しており、曲線的で緩急のついた値の変化になります。再生するとバスはこのように加速しながら発進して減速しながら停止するようになりました。加減速により自然なモーションを再現できます。キーフレーム速度を右クリックから表示します。 FQ でベジェに変換した場合は初期値として影響に 33.3% という値が入力されます。この影響の値がアニメーションの緩急の強さです。 100% になると加減速が強くなり、 0% になるとアニメーションの緩急がなくなりリニアになります。こちらは回転のアニメーションです。影響の強さで回転ではこのように見え方が変わります。こちらはスケールのアニメーションです。影響の数値が上がると緩急が強くなっています。 AE ではこのキーフレーム速度で影響を調整することができます。グラフエディタで表示してみましょう。するとグラフはこのような S 字カーブになっています。これがベジェにした時のグラフです。値グラフの接線の傾きを見ればそのタイミングでの瞬間の速度を示しています。このように接線を表示するとグラフの中間に行くに従って傾きが強くなっています。逆に曲線の始点と終点では接線の傾きがなくなって水平になっています。つまりこの瞬間物体は止まっているということですね。なので始点から徐々に加速して中間で一番速度が出て終点に向けて減速しているというアニメーションです。では値グラフでこのような山の形を作るとどうなるでしょうか。値グラフではグラフが上昇すれば正の方向に、グラフが下降するということは負の方向に動いていることを意味します。
今は1の X 座標の値を操作しているので、値グラフが上昇している部分では右に動き、下降している部分では左に動くので、ブーメランのように行って帰ってくる動きになります。キーフレームを F9 でベジェに変えたところまで戻ります。ではグラフを触ってみましょう。値のグラフでは次元分割しないとハンドルを動かすことはできません。右クリックで次元を分割します。そしてこのハンドルを動かすことで曲線を調整できます。先ほど説明した緩急の強さもこのハンドルで調整できます。このようにハンドルを伸ばせば緩急も強くなります。このハンドルを伸ばしきった状態が影響 100% です。再生します。緩急が最も強い状態です。そしてハンドルを縮めた状態は影響 0% のリニアを表しています。再生します。この S 字カーブの深さでアニメーションの緩急が変わるというのを覚えておいてください。支点のハンドルを伸ばすといわゆるイーズインという動きになり、徐々に加速するアニメーションになります。逆に終点のハンドルを伸ばすといわゆるイーズアウトといわれる動きとなり、徐々に減速するアニメーションになります。初心者のうちはグラフの接線を意識するとアニメーションが想像しやすいです。これでグラフの見方が分かったと思います。それでは改めてフローの使い方の解説をしていきたいと思います。キーフレームについて理解した上で使ってほしいので、ここからは実際にフローを使用しながらキーフレームについての重要な話をしていきます。引き続きバスのアニメーションで説明していきますが、先ほどと少しバス停の位置をずらして1つバス停を増やしました。1の X 軸のみのアニメーションでバス停 A の X 座標200の位置からスタートして、2秒で2つ目のバス停 B の X 座標950の位置、さらに2秒で3つ目のバス停 C の X 座標1700の位置に到着します。このように3つのキーフレームが打たれています。グラフを表示してみましょう。 X1 を選択します。このような一定の傾きの直線のグラフです。真ん中のキーフレームを選択して右クリックでキーフレーム速度を表示させてみましょう。すると入ってくる動きの速度が秒速375ピクセルとなっています。そして出ていく動きの速度も同じ秒速375ピクセルになっています。影響が 0.01% となっていて、これはリニアの動きを表しています。緩急がなくバスが一定の速度で動いているということです。では2つ目のキーフレームを選択した状態で Easy Ease In ボタンを押します。黄色いハンドルが左に伸びて、前半のグラフが直線からベジェに変化しました。カーブを見ると前半のグラフが徐々に減速するカーブを描き、後半のグラフはリニアのままのグラフになっています。再生してみましょう。 Easy Ease In を押すとバスがこのように減速して止まるようになります。グラフ表示をやめてキーフレームを見ると、2つ目のキーフレームがこのような形になっています。キーフレームの種類には大きく分けるとリニアとベジェと停止があります。そしてキーフレームは入ってくる動きの補完法と出ていく動きの補完法の2つに分けられます。 AE を使っているとよく目にすると思いますが、キーフレームは左半分と右半分でこのように形を変えます。今このキーフレームは入ってくる動きの補完法がベジェとなっていて、出ていく動きの補完法がリニアになっています。単純にベジェとリニアのキーフレームが合体しています。この形のキーフレームを一般的に Easy Ease In と呼びます。 Easy Ease In のアニメーションは徐々に減速するアニメーションを指します。キーフレームをリニアに戻します。グラフエディターに切り替えます。2つ目のキーフレームを選択して今度は Easy Ease Out ボタンを押します。今度は黄色いハンドルが右に伸びて、後半のグラフが直線からベジェに変化しました。カーブを見ると前半のグラフがリニアのままで、後半のグラフは徐々に加速するカーブを描いています。再生してみましょう。 Easy Ease Out を押すとバスがこのように加速して出ていく動きになります。キーフレームを見ると今度は入ってくる動きの補完法がリニアになっていて、出ていく動きの補完法がベジェになっています。この形のキーフレームを一般的に Easy Ease Out と呼びます。 Easy Ease Out のアニメーションは徐々に加速するアニメーションを指します。キーフレームをリニアに戻し、グラフエディターに切り替えます。2つ目のキーフレームを選択して、
今度はイージーイーズボタンを押します。するとハンドルが両側に伸びてこのようなグラフを描きます。前半のグラフは徐々に減速し、後半のグラフは徐々に加速するカーブを描いています。再生します。前半がイージーイーズイン、後半がイージーイーズアウトのアニメーションになっています。キーフレームを確認してみましょう。キーフレームを見ると入ってくる動きの補完法と出ていく動きの補完法が両方ベジェになっています。この砂時計マークのキーフレームを一般的にイージーイーズと呼びます。イージーイーズは徐々に減速して停止し、徐々に加速して出発するアニメーションを指します。今グラフエディターで使用したこれらのボタンはフローで言うとこの3つのスイッチです。こちらがイーズアウトスイッチで、選択したキーフレームの出ていく動きの補完法にカーブを適用します。そしてこちらがイーズインスイッチで、入ってくる動きの補完法にカーブを適用します。そして真ん中のイーズスイッチが入ってくる補完法と出ていく補完法の両方にカーブを適用します。実際にこのスイッチを使ってみましょう。イーズのスイッチをオンにします。キーフレームをリニアに戻して、2つ目のキーフレームを選択した状態でプリセットの中のクワッドアウトをダブルクリックで適用します。フローのグラフはグラフの始点から伸びたハンドルが出ていく動きのハンドルで、グラフの終点から伸びたハンドルが入ってくる動きのハンドルです。今イーズのスイッチがオンになっているので、プリセットの入ってくる動きのハンドルがキーフレームの入ってくる動きに適用されます。プリセットの出ていく動きのハンドルがキーフレームの出ていく動きに適用されます。ではもう一度キーフレームをリニアに戻します。今度はスイッチをイーズアウトに切り替えて同じプリセットを適用してみましょう。すると出ていく動きのハンドルだけが適用されました。これがイーズアウトスイッチです。元に戻して、逆にイーズインスイッチはキーフレームの入ってくる動きのハンドルだけが適用されます。このスイッチでグラフのどちらか、もしくは両方のハンドルを適用するかを決めます。このキーフレームの入ってくる動きと出ていく動きを意識することがアニメーションカーブでは非常に重要です。リニアに戻します。フローは2つ以上のキーフレームに同時に適用することもできます。では前半の2つのキーフレームを選択します。スイッチをイーズに戻して同じプリセットをダブルクリックで適用します。前半のグラフがプリセット通りのグラフに変わりました。後半のグラフはリニアのままで影響を与えていません。ここがフローの優秀なところです。2つのキーフレームを選択して適用した場合は挙動が変わり、プリセットの出ていく動きのハンドルが前のキーフレームの出ていく動きに適用されます。そしてプリセットの入ってくる動きのハンドルが後ろのキーフレームの入ってくる動きに適用されます。それ以外には影響を与えません。このようにアニメーションカーブというのは、前のキーフレームの出ていく動きのハンドルと後のキーフレームの入ってくる動きのハンドルによってカーブが描かれます。キーフレームを見てもキーフレームの間だけがベジェになり、プリセットが適用されているのが分かります。前のキーフレームの入ってくる動きと後ろのキーフレームの出ていく動きには影響を与えていません。では今度は2つ目のキーフレームと3つ目のキーフレームを選択して、先ほどと別のプリセットのサークアウトを適用します。すると最初につけたカーブに影響を与えずにプリセットを適用できました。2つ以上のキーを選択したときは、選択したキーフレーム間だけにカーブを適用するので前後のグラフを壊しません。これにより安心して直感的にカーブを適用できます。これをカーブエディターの Easy Ease を適用してみるとどうでしょうか。1つ目のキーフレームと2つ目のキーフレームを選択してグラフエディターの Easy Ease を適用すると、後半のグラフにまで影響を与えてしまいます。これはこの Easy Ease ボタンが選択したキーフレームの入ってくる動きと出ていく動きの両方にカーブを適用してしまうからです。このようにフローでは1つのキーフレームを選択した時の挙動と2つのキーフレームを選択した時の挙動が異なるという点を理解して使ってください。フローのグラフの表記は2つ以上のキーフレームを選択し適用して初めて同じグラフを描くので、AE 初心者の人には分かりにくいかもしれません。ちなみにフローにはショートカットキーが設定されています。この3つのスイッチですが、スイッチがどこがオンになっていようが、プリセットを適用するときにシフトを押しながら適用すればイーズインに適用し、ボルトを押しながら適用すればイーズアウトに適用します。他にもショートカットがあって、
コントロールを押しながら適用すると、アニメーションの緩急をエクスプレッションとして適用することができます。グラフはリニアのアニメーションですが、エクスプレッションがこのように追加されました。再生します。コントロールを押しながら適用すると、エクスプレッションでアニメーションカーブを追加することができます。今紹介したショートカットは適用時に使用できると言いましたが、アプライボタンをクリックするときでも同じように使用できます。フローの使い方はこのようにシンプルです。話が前後しましたが、フローの UI は大きく分けるとグラフパネルとライブラリーパネルに分かれています。グラフパネルはグラフを自分で手動で動かして適用することもできます。グラフパネルから適用するときは、アプライボタンをクリックします。このグラフパネルを操作するときのショートカットがあるので紹介します。シフトを押しながらハンドルを動かすと、Y 軸を固定しながらポイントを動かせます。コントロールを押しながら動かすと、ハンドルの長さを固定しながらポイントを動かせます。オルトを押しながら動かすと、ハンドルの角度を固定しながらポイントを動かせます。コントロールとシフトを押しながら動かすと、このように2つのハンドルを対照的にリンクさせて動かせます。このグラフパネルで右クリックすれば、便利なコマンドが使えます。右クリックでリバースバリューを押せば、グラフを反転することもできます。さらにこのグラフは数値で管理することもできます。ここに座標がありますが、前半の2つの数字はグラフの始点から伸びたハンドルの座標、後半の2つの数字はグラフの終点から伸びたハンドルの座標を表しています。単純にこのグラフのスケール、0から 1.0 の座標で表されています。この座標の X と Y に 0.5 と入れれば、ポイントがグラフの中央に移動されます。さらにこの矢印マークのリードバリューを使えば、逆にキーフレームからアニメーションカーブを読み取ることができます。説明のために、グラフをリニアに戻し、2つ目のキーフレームに Easy Ease を適用します。2つ目のポイントを選択して、リードバリューボタンを押せば、デフォルトの影響 33% のカーブを読み取ることができました。適用した時と考え方は同じです。後半の2つのポイントを選択して、リードバリューを押します。すると選択した内側のハンドルを読み取ることができます。とても便利です。この星マークは、今表示されているカーブをライブラリーに追加するボタンです。例えばこのグラフを保存したいと思ったら、星マークのボタンを押します。新規で作るライブラリー名を入力します。ここではティップスマッシュと名前を付けます。そしてカーブ名を入力すれば、プリセットとしてカーブを保存できます。これでティップスマッシュというライブラリーの中に、カーブ1というプリセットを追加できました。ライブラリーの切り替えはプルダウンメニューで選択できます。デフォルトはフローにあらかじめ用意されたライブラリーです。中には28種類のプリセットが用意されています。ここではプリセットをライブラリー単位で書き出すことができます。例えば、今作成したティップスマッシュというライブラリーを書き出してみましょう。プルダウンメニューで書き出したいライブラリーを選択します。エクスポートライブラリーを選択します。これで tipsmash.flow というファイルが書き出せました。ではこのライブラリーを削除します。このゴミ箱ボタンで現在選択しているライブラリーを削除できます。これでライブラリーがデフォルトだけの初期状態になりました。では先ほど保存したライブラリーのファイルを読み込んでみましょう。インポートライブラリーを選択します。先ほどのファイルを選択します。するとこのようにライブラリーを読み込むことができました。これで自分のお気に入りのプリセットを持ち運ぶことができます。最後にデフォルトで用意されている28種類のプリセットについて少しお話しします。これだけの数がずらりと並んでいるとどう使い分ければいいのか混乱するかもしれませんが、先ほどの値グラフの解説を理解できたなら全く難しくありません。直線のリニアのグラフを除いてこのようにグループ分けができます。このグループが Easy Ease Out のグラフです。接線を想像してください。グラフの始まりが水平になっています。つまりこれらは徐々に加速する動きです。そしてこのグループが Easy Ease In のグラフです。グラフの終わりが水平になっています。つまりこれらは徐々に減速する動きです。そしてこのグループがその両方、Easy Ease のグラフです。あとはアニメーションの緩急の違いだと思ってください。難しいプリセット名がついていますが、難しく考える必要はありません。いかがだったでしょうか。今回はアニメーションカーブを操作できる便利ツールのフローについて解説してきました。Q
キーフレームの解説やグラフの解説が長くなりましたが、 AE でこれらの知識は本当に重要になります。アニメーションカーブは頻繁に操作するものですから、 AE を使い慣れてきたら自分のワークスペースを充実させるのも大事なことだと思います。シンプルなインターフェースですが、多くのユーザーに選ばれているプラグインです。フローを使いこなせばアニメーション付けの作業がもっと効率的にできると思います。高いプラグインではないので、ぜひ皆さんも使ってみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。